ポルキスの魔女、メーデーアによって、若返りの魔法を施されるアイソーン。アイソーンは、キリシア神話の登場人物である。長母音を省略したアイソンとも表記される。クレーテウスとト,トゥーローの子。妻は、アウトリュコスの娘ポリメーレー、ポリュメーデー、あるいはピュラ系の王ピュラコスの娘アルキメデー。またアムピノメとする説もある。英雄、イアーソーオンとプロマコスの父。 アイソーンはもともとヨールコスの王だったが、イフ兄弟のペリアースに王座を散脱され亡命した。しかしペリアースは男子に恵まれなかったため、アイソーンとその息子、イヤーソーンに王権を奪われることを危惧していた。あるいは王権に暗い影を落とすと予言された男が、アイソーンの息子ヤーソーンだと気づいた。そのため、ペリアースは、イヤーソーンにコルキスに、金曜毛を取りに行くことを命じた。 アポロドーロスによると、ペリアースは、イアーソーンがコルキスを目指して出発した後、しばらくして、アイソーンを殺そうとした。アイソーンは、ペリアースに妻と共に自ら、命を絶つことを願い出た。アイソーンは、釘の最中に、お牛の血を飲んで死に、ポリュメーデーは、ペリアースを呪いながら、首を吊って死んだ。残されたプロマコスは、ペリアースによって殺されたという。 シケリアのディオドロスもほぼ同じ物語を語っている。ロドスのアポローニオスは、イアーソーンが出発した時アイソーンはすでに死去していたとする。対して、変身物語においてウィディウスは年老いたアイソーンは、息子が帰還するまで生き延びた後、メーディアの魔法で若返ったと語っている。メーディアは、ヘカテイの助力を得て、青春の女神、ヘイベイの力を引き出して、 愛想を40歳以上も若返らせることに成功した。ありがとうございます。